はい、レオンチナルです。今回紹介するのはこちら、プレバン限定仮面ライダーリバイスデラックスバイスタンプセレクション03です。はい、これはアノマロカリスとクワガタのバイスタンプが2個ワンセットになったアイテムで、クワガタとデモンズドライバーを使えばオーバーデモンズの変身が楽しめますし、アノマロカリスでついにオルテカデモンズの最強状態に変身もいけるし、別売りのバッターコンドルスコーピオンを使えばヒカルくんのフルゲノミクスもついに必殺再現いけますよね。このバイスタンプほんと待ってた。横にはオーバーデモンズとクワガタバイスタンプがあって、反対側には今回ライダーモチーフは仮面ライダーブラックなんですよね。なのでアノマロカリスのゲノミクス状態は結構ブラックっぽい模様が入ってるんですよね。ではレビューしましょう。オーバーデモンズといえばやっぱりタマキよりヒカルくんのイメージが強いんだけど、ヒカルくんの細さに対してオーバーデモンズ変身後めちゃくちゃムッキムキなんだよな。でも意外と活躍シーン多かったし、復讐のフルゲノミクスはなかなかすごかった。はい、これがクワガタで、そう、クワガタバイスタンプってさ、あれですよね、起動音がベイルボイス津田健さんの声が鳴ってましたよね。わ、なんか綺麗。最強生物部分ツヤツヤで、後ろにオーバーデモンズがいて、アノマロカリスは渋いな。ガンメタのアノマロカリスプラス後ろにブラックか。はい、中身はこうなってて、クワガタバイスタンプとアノマロカリスバイスタンプ。またバイスタンプカラーがどちらもいつものブルー系と違って、クワガタが薄パープルでアノマロカリスが薄グレーかな。そしてこれでフルゲノミクスバイスタンプが勢揃いしましたが、ベースカラーはスコーピオンと同じですね。セット版限定、映画館限定、プレ版プレ版と、これは集めるの大変。ではクワガタバイスタンプから確認しましょう。全体ぐるっと見回すとこうで、薄パープルのベースカラーとマーブルむっちゃかっこいいですね。とにかく最強生物部分がツヤツヤでいいんだよな。で、後ろにオーバーデモンズがいて、はい、スタンプ面はこんな感じで押すと、クワガタ、おー、これこれ、ベイルボイス、クワガタで、赤発光、応印、大気音、クワクワガタ。起動音がいつもの藤森さんボイスじゃないから、だいぶ特別感ありますよね。でもボタンのこの起動音はなんないんだ。ほら、いきなりボイス。あ、でも長押しで音声切り替わるって。ほんとだ。お、藤森さんボイスと、津田健さんボイスに切り替え可能なんだ。はい、アノマロカリスバイスタンプ全体ぐるっと見回すとこうで、スタンプ面もアノマロカリスになっておりますし、仮面ライダー系のアイテムってアノマロカリス割と好きですよね。最強生物部分はガンメタになってて、粒子も濃いめ。そして後ろ側に仮面ライダーブラックのライダーモチーフ、起動オン、アノマロカリス、アノマロカリス、強引な待機音いいね。ではまずはオーバーデモンズ変身とヒカルくんのフルゲノミックスいきましょう。クワガタも含め変身音周りがめっちゃ特別。ディサイドアップじゃなくてデリートアップからのアンノン、アンレスト、アンリミテッド、仮面ライダー、オーバーデモンズ、いかにも使っちゃいけないヤバそうな変身音。もう一回、未知なる混乱が超える仮面ライダーオーバーデモンズね。じゃあ早速フルゲノミクス行きましょう。
待たせしました。待った、コンドル、スコーピオン、アノマロカリス、デモンズレクイエム。わー、これがやりたかった。お待たせしましたからの人間の限界を超えた超必殺がむちゃくちゃかっこよかったですよね。これがやりたかったからもう満足。ちなみに各スタンプがハマった状態の見た目はこうで、相変わらずこのフル液晶からの主肉で多いみたいな流れはすごいいいっすよね。じゃあ普通に単体必殺。さらにアノマロカリス。はい、ここは普通に仮面ライダーでアノマロカリスの専用ハックを着てますね。やっぱオーバーデモンズって特別なんですね。さらにリバイスドライバーと連動、こっちではおもちゃオリジナルの変身音が鳴りますね。めっちゃ陰踏んでる。尖った、ダブルカッター、花がった、クワがった。この変身音いいな。ちょっともう一回聞こう。てか、リバースドライバージはこうすればいいのか。さらに必殺。クワガタでちょっとチャラい言い回しいいですね。リミックス。必殺新型この姿クワガタ。さらにアノマロカリス。あの日、あの時、あの海で、アノマロカリス、時を超えろ、海をかけろで、オープニングの、時を超えろ、空をかけろの、ブラックの主題歌から元ネタを引っ張ってきてるわけね。時を越えろ、海をかけろっていうことかな。必殺。リミックス。必殺、あの手この手、アノマロカリス。他のベルトもサクッといきましょう。津田健さんのクワガタからの藤森さんのクワガタ。
しっかり多色発光もしますし、アノマロカリス。これはエビルの見た目の黒さとバイスタンプ合ってんじゃない？必殺承認アノマロカリスダークネスフィニッシュ。リベラドライバーリベラルアップ あんまり映ってるのが分かんないかな。さらにアノマロカリス。ローリングだとどっちのクワガタが鳴る？あ、こっちか。藤森さんクワガタだ。マリドレックスはヤバヤバですね。うん、専用音声はなしってことは他の連動音もいつもの共通音。まだまだバイスタンプ足りてないぜ。なのでサンダーディールも白発光かな。そうですね。ライトニングトルネード。なので専用音として遊べるのはリバイスドライバーとデモンズドライバーですね。はい、ということでプレバン限定仮面ライダーリバイスデラックスバイスタンプセレクション03を紹介しました。今回はどちらも劇中で印象的なバイスタンププラス変身スタンプも入ってましたから、デモンズドライバーさえあればさらなる変身プラスブルゲノミクスも楽しめて最高でしたね。バイスタンプもさらに結構揃ってきましたが、まだベイルドライバーとかクリムゾンベイルとかいろいろ発想待ちですから、まだまだリバイス楽しめますね。ちなみにもちろんファイナルステージも現地で見てきましたので、トゥルーレックスも早く遊びたいですね。以上、プレバン限定仮面ライダーリバイスデラックスバイスタンプセレクション03の紹介でした。